待て待て待て。はい、皆さんご一緒にごまのハノです。今日もフォートナイトをしていきます。今日は初のスクワットビクロイで王者の妹とビクロイ傘をゲットです。ということでチャプター3始まって初めて あのいつもの形式の動画ということで、ちょっと喋るの緊張しながら喋っております。このね、王者の山本がずっと欲しくて頑張ってたんですけど、なかなかビクロイ自体が取れなくて、なんか王冠どころじゃねえよって感じでやってたんですけど、なんかみんなとやってたらフラッと取れちゃったので、それを動画にしたいと思います。で、今回は砂漠地帯に降りてますね。これどこだろう。どこだかわかんないけど、あ、びっくりした。近藤キャニオンかな。多分そうだな。近藤キャニオンですね。多分なるべくね、バスの経路から遠いところを選んで勝ちに行こうとはしてるんですけど、やっぱどこに降りてもワンパは確実に被りますね。近藤キャニオンはそう、結構広いからさ、みんなバラバラになりがちっていうか、どこ見ればいいかわかんないみたいな現象がよく起こりますね。広すぎてどこ見ればいいかわかんない。ちょうど言ってますね私。あ、なんか敵もいるし、宝箱もあちこちにあって、探すのもまだ大変だから。敵のお出まし。やばい、ノンスコ当たっちゃった。ここで事故だ。一人倒しました。なんかさ、そうサブ守ってたはずなのにさ、一発大きいのがドーンって出てさ、多分あのスナイパーのノースコが当たったやつですね。すごい今さ早起きになっちゃってたんだけどさ、なんか初動戦ったよな。どこで戦ったんだろうと思って見つかんなくてさ、そのままやっちゃったんだよね。ごめんよ。でも終わんないの、あれ。ドーンって倒したから、かっこよかったから。何回か巻き戻してみてくれ。終わった。やっちまった。あ、いたいたいた。そう、スナイパー持ってるとさ遠くが見れていいよね。で、見てる間に撃たれるんだけどさ、でも今回のスナイパーはダメージがね少ないから、ワンパンができないから、こっちが撃つときはワンパンできなくて悲しむけど、撃たれるときは一発で死ななくてよかったってなるやつね。でもまあちょっとでも削れたよとね、やっぱワンパンで死んじゃうから、体力は気をつけとかなきゃなって思いました。当たると思ったのに。なんで当たんの。おこですね。イエーイ、ナイス。この後のね、この攻撃がしんどい。どちらかというとアサルトとかの方の攻撃の方がしんどい。覗いてたら近くに来てました。ここで一人倒します。そうで、倒してる間にもう詰めてきて、早ーみたいな。まあ今期とにかくショットガンが当たんなくてびっくりする。なんかさ、押してから出るまでがすっごい時間かかるからさ、二人いる。押してドンみたいな。でその間に敵がずれてっちゃうから一生当たらないっていうのに最近気づきました。そうで、あとさ、脅す機能がなくなったのもさ地味に痛いよね。今までさ脅して見つけてたからさ、地味に痛いなっていう気持ちになった。で、ここで私が倒れてしまったのでユージさんの画面になります。一人ダウン、ダウンしてます。もう一人いたよ、だって白い人。残りの敵さんは2人ですね。1人ダウンしてるので、ちょうど起こしてましたね。ドン。やっぱサブマしか勝たんのよな。これでワンパ壊滅でございます。そう、なんかね、遠くでめっちゃ銃声してるって言ってたのはラマだったみたい。
ペッパーになるジャグ持ってた。なんだっけ、忘れちゃった。ここ行くの。そう、新シーズンになってからさ、なかなかビクロイとかが撮れなくて動画に困ってたんよねって言ってたら起こしてもらいました。やったー。そう、このさ、リブートとかもさ、何人かでやればさ、リブート早くなるみたいなのができて、ちょっとより協力プレイが必要になるような感じになってて、さすがにちょっと待ってくれたと。じゃあ用意もらっとくね。いいなと思いました。なんかスライディングとかさ、なんかスコープ付きのアサルトライフルとか出てて、なんか某ゲームに寄ってきたなっていう感じはあったんだけど、なんかそれでもやっぱこうチームプレイとかみんなで楽しむみたいなところがあるのはやっぱフォートナイトだなって思いましたね。ただまあ大幅に変わったことが多すぎて、私はまだ適応ができてなくて、ああどうしようどうしようって感じですね。もうちょっと慣れたいなっていうところです。あ、どうさんじゃん。ここでバウンティーかけた雪だるまでしたね。中に珍しい。そう、スライディングがさ、あの狭いところをさ通るのにちょうどいい。スーってちょうどいい。これで一人ダウンです。まさかのね、終わりました。柵削り始めちゃって、えっ、まだまだ敵さんいるようですね。見に行きます。ここのね、私の反射神経なさね、倒れてるのに撃ってるっていう。リロードする間に戦闘が終わる。 あ、後ろにデカポあるよ。いた、偽のおさんやってた。ナイスです。ここで偽のおさんと言われた雪だるまが倒れましたね。これでワンパ壊滅かな。ヘリポッターのに、もしかしたら本物だったかも。やってしまったのか。やってしまったかも。本物かもしれない。偽物かも。で、こっからまたアンチに移動していきます。すごいタイヤ超跳ねる。そう、近藤キャニオンのね、ジャンパーじゃない、タイヤがね、めちゃめちゃね、跳ねるの超楽しいよ。まるで俺が滑ったみたいな。ここのシーン私好きすぎてさ、編集するのにさ、切るのに1回見て、文字つけるのに1回見て、喋るのに1回見てってやったのに全部笑ってんのすごいよね。そう、面白かった。もう本当にあのやってる時地獄のような空気になられたから。超面白かった。バルさんがどんどん、バルさんどの顔は一緒に動画見る。そか、こんなところに宝箱あるんだね。びっくりしちゃった。あれ、床抜かれたら落下死しそうなくらいの高さ。一生懸命走るの可愛いな。なんか見えた。ここで今バルさん観察ですね。お魚のスキンが一生懸命走ってるのが可愛くてみんなで覗いてます。魚釣りをして何が落ちたかを確認してますね。これどこ見ましょう。これ、新要素、クモの巣、超跳ねる、楽しい。あんなところに人が撃てるって思ったら壁ができちゃった、残念。そう、この回ね、なんかね、サスケスキンがめっちゃいたんだよね。倒しても倒してもサスケが出てきて、サスケがいっぱいだった。そう、スイッチ勢あるあるだと思うんだけど、なんか敵が全然見えなくてどこにいるのってなるんだけど、こうスナイパーがあるとやっぱよく見えていいね。すっごい今撃たれかけたけどね、私。あそこの人とずっとスナイパー合戦をします。私はザンザンって全然当たんないだね。今回のスナイパー偏差が超むずい。なんかさ、機嫌によらん。危ねえ。すっごい落ちるときとさ、すっごいまっすぐ飛ぶときがあって、落ちることを予測して
撃つと頭の上を抜けていくっていうあるある、多分全人類やってる。いい戦いですね。向こうも偏差が読めてないです。誰かに撃った時を狙って撃つ。当たんなかったけど。でそんなこんなしてたらこっち側に敵が登ってきちゃいましたので戦いたいと思います。思ったよりしっかりね建築してる人でね、ちょっとびっくりしてしゃがんじゃいましたね。とりあえず木を削るところからで階段編集されて出てきたから、え敵って思ったらノンさんだった。びっくりした。とりあえず自分の陣地は保っとく。そうこの試合結構さずっと戦ってることが多くてさ、建材とかあんまり考えずにさ生きてたからさ、後々大変なことになりますね。これどこから何を撃たれたか分かんないけどめっちゃ削れたから多分砂なんだけどさ、痛かった。全然見えないんだもん砂撃たれても。まあしょうがない、そういう時もある。でたまたま目の前に敵が出てきたのでサスケをやる。オッケー白。ここで。あ、ストンキャ、2人ぐらい倒しましたね。ここで私は王冠をゲットします。ピカピカ。喜んで取った後に足をくじくっていう。これみんなから見ても光ってるんだよね多分。バレちゃう。前もいますね、ユージさん。これ前いるんだけど、果敢に登っていくユージさんね。強い。すごいなと思って見てたら、落ちたって言って。落とされちゃった。せっかく上まで登ったのにって。あっちにできたなと思って見てたんだけど、反対側撃たれてめちゃ削れた。172強すぎ。でもねあれじゃ倒れないだよね敵って。前に出てくるところを続きます。何回繰り返す。1枚でね登っていこうとするものはね全て落とすって決まってる。そう貫通能力エグすぎてさ前段貫通する。一人やった。貫通で一人倒します。もう一人。私の方がめっちゃ被弾しちゃった。難しいよねあれ当たるときと当たらない。別に今ね砂打つつもりじゃなかったんですよ。弾が出ちゃった。これもね前コート下にされちゃった。前だったから落として、それ落ちてきた。上から撃とうとしてますが見失う。もう一人の方ねやりに行きたかったんだけど、もう一人の方もどっか行っちゃったんだよね。でこの辺で足音するなと思ったらいたから撃つ。めっちゃ入ったこれ。サブまで30入るとさすがに痛いよね。アサルトかなって思う。1人やったナイス。いましたね敵。ちょっと削れた。90ぐらい削れた。あー2人やられた。一番下のぐらいにいます。武器チェーンがね下手くそすぎるんよ。割れた。ユージさんそいつ割れた。彼女のシールドは取れました。あ、ひどいです。まあここ床張っとけば崩されないだろうと思って、床張ったら目の前に敵出てきてびっくりするっていうあれ。でここで私は気づくのです。あ、やばい建材切れた。
ということに。やばい、マジやばい。移動アンチで健在なくなるのしんどうと思って降りました。ショットガンを2発外す。やったー、やったー、見つらい。やっと勝てたということで、ビクロイです。ほんとね、めっちゃ何回もやってね、全然勝てなくてどうしようかと思いました。適応力が長すぎると言いつつ、4キルしてビクロイ取れてよかったなと思います。チームでもね、結構倒せたからね、楽しかった。ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。これからもどんどん動画上げていくので楽しみにしていてください。それでは、バイバーイ。